警戒レベル5に相当する状況です。川や崖から少しでも離れた近くの頑丈な建物の上層階に避難するなど安全を確保することが重要です。また普段災害が起きないと思われているような場所でも最大級の警戒が必要です。 We are here. どなかあいよ。記録的な大雨となり、東北や関東北部ではすでに重大な災害が発生している可能性が極めて高いとして気象庁は静岡、神奈川、東京、埼玉、群馬、茨城、栃木、山梨、長野、新潟、福島、宮城の合わせて1都11県に大雨の特別警報を発表し最大級の警戒をするとともに笑わないよパパ、すいません、すいません、冗談じゃねえよパパ、パパ笑わないで、笑わダメだよ、冗談じゃねえよ。そうだよパパ、ダメだよ。ジャンジャンが今日呼ぶんだって、もっこ川で。楽しい。楽しい。じゃあ、いってらっしゃい。あ、そうすなぶじゃねえか、おらかう。何してるこの人。そうすな、持ってるぷりかさ。いらないかさ。あ、この7時ぐらいだね。ハラミタンバルディアネトウヨクンカリーリングナバ。マイガッド。今5時だね。And now is 9 p.m. So, magbunal-bunal lang yun ang hangin sa gawas. So, hopefully na maagira ni siya kadali. So, inaasahang alis na siya, maglampas na siya mga 12. Midnight. Sana alis na siya agad. Huwag na magtagal, no? Yokohama City 41.8m. Yokohama City? 8時頃には千葉県勝浦市で 36.4m. 48.2m だって。何よ？千葉 36.4m。 これでしょ、横浜。そうそうそう。何、水？風の速さ。風が速いやつ。特に関東と東海を中心に猛烈な雨が降る恐れがあります。明日夕方までの24時間に降る雨の量はいずれも多いところで、明日の夕方まで東北で300ミリなどと予想されています。また東海や関東などでは記録的な暴風雨が降ります。明日にかけての最大瞬間風速は東海と関東甲信